プレミアリーグで吉田麻也が所属するサウサンプトンは12日、ペジェグリの監督を解任したと発表した。今季就任した同監督の下、5勝13分け12敗の勝ち点28で17位に低迷している。後任は未定、過去4シーズンは6から8位と上位に定着していたが、今季は残り8試合で降格圏の18位のクリスタルパレス、19位のストークが勝ち点1差で迫っている。18日にはイングランド協会 FA 杯準々決勝で3部のウィガンと対戦する。